今日は何だろう、 ここの近くで新しい歩道橋が完成したからイベントやってるみたい。あの橋にいたよね、あのお姉ちゃんたちね。なんかチアガールズがいたね今。チアガールズ、そうシャッ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 ってやってたね。今からどこに行きますか？チキンフィルエに行きます。あ、レモネード、レチュー、うわ、お持ち帰り。リリちゃんはチキンナゲット、ここ入りな。で、ニーニーはチキンバーガー食べました。ニーニーが持ってきたのが、はい、開いた。さあ、これは何のジュースですか？はい、見せてください。はい、これってここで出るの？はい、昨日フレッドマイヤーに行って本当はママのために買った炭酸なんですけど、ニーニーが昨日炭酸が飲めるようになりました、このジュースのおかげで。別に飲めんでもいいんだけどな、炭酸。そしたら、これ何味？オレンジ。オレンジだよね。多分ね。クレメンタインっていうオレンジ。そしたら、ニーニーが飲めるようになっちゃって、炭酸。小3になってようやく炭酸デビュー。じゃ、今まで炭酸何回もちょっとトライしてたけど、ダメだったんだよね。でもこの美味しい炭酸に出会い、ニーニーは炭酸が好きになりました。でもこれ以外の炭酸まだちょっと飲めないかもしれないね。美味しいんだよね、その炭酸ジュース。何がいいって、味がちょっと濃いんでしょ、フルーツの。これなんて読むの？まあなんせこれは美味しいんですよね。え、リリちゃんも今日髪の毛結んでるね、かわいい。取っちゃうの？何、はい、リリちゃんが食べたいのは海苔、韓国海苔。好きなポロロの食べます？ポロロ。あ、ニーニーは大好きなサルサソースをつけてポリポリ食べております。キングカウンティのライブラリーに来てきました。日本の本がね結構たくさんあってね、ニーニーはね解決ぞろりとねこれはママだ。これはママ。星のカービィとね、これでもちゃんと見て、ほら、読むやつ。うん。あ、リリ持ってきた。で、これ残念な生き物の辞典。うん。これ読んでないやつだってまだ。うん。で、リリはね、リリも日本のやつをね、うん、1、2、3冊と、これ英語の本を2冊。それニーニーと読むのな。うん。マルチリンガルプログラムの先生にこの図書館行ってこのサマーリーディングプログラムに参加したらいいよって。この目標は How many minutes will you read each day? だからね、1日あなたは何分読むかっていうのを目標決めて、それでじゃあ自分のゴールはじゃあ1日何分にしますって書いて、で1日ちゃんとその何分読むかっていう決めた目標を達成できたらチェック入れていく感じだ。これ何、20分読んだら1個チェックなの？そうそう、1日ね、1デイでしょ。うん、だから50冊じゃなくて、まあ、50日毎日読めたらってことじゃない？そういうこと、毎日読まなきゃってことじゃん。毎日とは書いてないけど、でもほとんどもう毎日じゃないの、うん、8月31日まであともうそんな少ないんじゃないの？そうね、今日だって7月の7月の7ぐらい、あ、8でしょ、9ぐらいか。もうあともうさないよ、毎日だよ。そういえば七夕が過ぎたね。